さっさと片付けましょう。ガトツ小破弾一気に切り抜ける悪役剣タッチル空が一閃がみんなを守ってあげる決着をつけようこれが最後だこの一撃で決めるあんなる2回の力目の前の邪悪に裁きをガタキの舞い踊るブレインの号令トルネードファイヤー負けるこのかミゼラはどうして戦わないの？カナタが守ってくれるから。でもさ、ミゼラってカナタより全然強いじゃん。え？そうなの？ミゼラ。そんなことないよ。私はいつだってカナタに助けてもらってる。そうだよね。安心してミゼラ。君のこと。うん。ありがとう。ナッシュ。はい。余計なこと言ってごめんなさい。どうしたベルベット。ええ。どうやら痛み呼ばれてるわ。どうかしたんですか。探し物が見つかったようだ。ここでお別れだな。え、そうですか。カナタを助けてくれてありがとうございました。俺の家この先にあるんです。もしまた何でも力になってあげますよ。あんた、え、何が。よせベルベット。ありがとうカナタ。ち、あ、さらばだ。ええ、またさようなら。かなり近いわ。この腕が薄いてる。同類があまり無理はするな、ベルベット。その腕に頼りすぎるのも危険だ。あんたがそれを言うの？確かに最初のうちは腕に体中の力を吸い尽くされるような感覚もあったけど、今はそれもコントロールできる。こいつはなすべきことをなすための私に必要な力よ。あんたのおかげで手に入れたね。そうか。私に向けた君の感情は至極当然のものだ。だから私も逃げるつもりはない。しかし今この時は仲間として背中を預けてほしい。使命を果たすために。分かってるわよ。言ったでしょ、あんたが使命を果たすのを手伝うって。その中で見極めさせてもらうわ、あんたを。ああ、そうしてくれ。そして私が使命を果たし終えたその時は。その時は。すごかったな。かっこよかったな、執行者。罪を犯した人間の様子を転映すると、あちこちの村や町にあるビジョンセントラルに映し出されて、それを見た世界中のみんなが執行を願う。そうして多くの人が執行を願えば、そいつはトガ人となって執行者に裁かれる。やっぱりビジョンオーブって素晴らしいものだね。
オードンは執行者と一緒に消えちゃったね。ええ、どこへ行ってしまったのかしら。そんなのどうだっていいじゃないか。ゴードンは罪を犯したトガ人なんだから。そうだけど、完全に消えちゃうっていうのはやっぱり少し怖い気がするの。何を怖がることあるのさ、ミゼラ。裁かれるのは悪い人間だけだよ。ミゼラには関係ない。そうね。だけどもし罪を犯すような悪い人間はいなくなって当然さ。そうだね、カナタの言う通りだね。この世界には悪い人間を裁くビジョンオーブがある。そして父さんみたいな立派な大人もいる。だから不安に思うことなんて何もないんだ。カナタか、迎えに来てくれたんだな。ミゼラとナッシュも一緒か。元気にしていたかい？はい。ナッシュはよくいたずらをするからな。村のみんなに迷惑をかけなかったか心配だよ。かけてません。事件があったんだけど、ナッシュは何も悪くないんだ。ミゼラと一緒によく小さい子たちの面倒を見ていたよ。そうか、立派にやっていたんだな。それは良かったよ。村の皆さんもわざわざ出迎えてくれてありがとう。農業や漁で毎日忙しいというのに。いえいえ、コーディさんのやっていることに比べたら俺たちなんて全然。なかなかできることじゃないですよ。身寄りのない子供を引き取って育て、その上わざわざ世界中を旅して里親まで探してあげるなんて。カナタ君、君のお父さんは本当に立派な人なんだよ。はい、俺の自慢の父さんです。そう言われると照れてしまうな。父さん、今回の旅は長かったね。誰かいい人は見つかったの？ああ、とてもいい人と出会えたんだ。ここにミゼラが来てくれたのはちょうどよかった。え、それってミゼラ、君を引き取りたいという人が見つかったよ。あ、そうですか。よかったじゃないか、ミゼラ。おめでとう。うん、ありがとう。早速明日の朝迎えに来てくれることになったよ。裕福でとても優しくいい人だよ。きっとミゼラを大切にしてくれるはずだ。そっか、ミゼラが。カナタ、お願いがあるの。どうしたの、ミゼラ。一緒にあの場所に行かない？私がここにいられるうちにもう一度だけでも。あの場所ってどこだかわからないが、行ってあげなさい、カナタ。最後になるかもしれないんだから。そうだね、ありがとう父さん。じゃあ行こうか、ミゼラ。ミゼラを引き取ってくれる人、いい人だといいな。明日からもうミゼラはいないんだ。こうやって一緒に歩くことも。もうどうかしたの、カナタ。なんでもない、なんでもないよ。そう、いつの間にか修道院の中でミゼラが一番お姉さんになってたんだね。うん、どんどんみんないなくなってしまったから。みんなが恵まれた家に引き取ってもらえるのは嬉しいことだけど、やっぱりちょっと寂しいよね。
でももちろんミゼラのことは俺は喜んでるからね。よかったって思ってるから。うん、ありがとう、カナタ。この辺りも魔物がいるし、気をつけていこうね。さっさと片付けましょう。これで最後よ。この一撃で決める。ガラスの舞い踊りグレーンのゴーロントルネードファイヤー。負ける。ミゼラも少し不安だったりするの？どうかな。きっと大丈夫だよ。あの父さんが選んでくれた人だもの。ミゼラは知ってる？父さんがあんなに村の人から尊敬されてる理由。農業や漁なんかやっても安定した生活なんてできないでしょ？だから村には貧しい人もいっぱいいる。そういうかわいそうな人たちに父さんはお金や食べ物を分けてあげてるんだよ。すごいよね。だから、そんな父さんが選んだ人なら、きっと大丈夫。ううん、絶対大丈夫だからさ。そうだね。大丈夫だね。いい香り。着いたよ、ミゼラ。君の大好きな白縫いの花の丘だ。連れてきてくれてありがとう、カナタ。本当は大人がいない時は入っちゃいけない場所なんだけど、でもミゼラは本当にここが大好きなんだね。うん、白縫いの花はとても綺麗で強いから。強い？白縫いの花の茎は太くて丈夫だから、踏まれても簡単にはダメになったりしない。それとね、この花にはもう一つ特性があるの。もしかして発火性のこと？確か白縫いの花は火をつけるとすごい勢いで燃えるんだよね。それが危ないからここは子供だけで来ちゃいけないって言われてるし。うん、でもそれだけじゃない。白縫いの花は自分から火を生み出すこともできると言われてるの。自分から火を？花が咲いている場所に悪意ある何かが迫った時、一番先頭の花が危険を察知して発火性花粉を撒き散らす。そうして撒き散らした花粉が花びらに引火して火花になり、その火花が襲いかかる。大切な仲間を守るための炎となって。仲間を守る炎。私は白縫いの花みたいになりたい。どういう意味？ああ、そうだ。ちょっと待っててね、ミゼラ。ほら、髪飾り。白縫いの花で作ったんだ。素敵。つけ
てあげるよ。うん、どうかな。綺麗だ。うん、白縫いの花はとても綺麗だよね。いや、そうじゃなくて、いやいや、そうなんだけど、うん、あのさ、ミゼラ、俺今まですごく楽しかったよ。ミゼラと一緒にいられて。遠くに行っちゃうけど、またきっと会えるよね。てか、会いに行くから、絶対。うん、楽しみにしてる。あのね、カナタ、一つだけお願いがあるの。今まで私をずっと守ってくれたように、修道院の子たちをこれからも守ってあげてね。そんなの当たり前じゃないか。俺はそのために剣も習って強くなったんだ。みんなの笑顔は俺がちゃんと守ってあげるよ。ありがとう、カナタ。ミゼラ、俺にはね、大きな夢があるんだ。俺はいつか世界中の人を幸せにしてあげたい。トガ人を消して正しい世の中を守るビジョンオーブみたいに、俺もこの世界のみんなのために何かしてあげたい。みんなが幸せになれれば俺も幸せだから。だからさ、ミゼラ、ミゼラも幸せになってね。ありがとう。私絶対に幸せになるね。どうしたの？ミゼラのそんな顔初めて見た。そう？うん。そっか。じゃあカナタ、今日の私の姿をどうかずっと覚えていて。当たり前だよ、絶対忘れない、その笑顔。カナタ、なんでもないよ。そろそろ日が暮れるし、修道院に戻ろうか。うん、そうだね、カナタ。今日は本当にありがとう。明日の朝、ミゼラはここからいなくなる。それを思うと。カナタ、起きてるか？ナッシュ、どうしたんだよこんな時間に。俺はやっぱりこんなの嫌だ。何を言っているんだ？お前は知るべきだ、本当のことを。だからついてこい、修道院まで。わかった。ただし、夜の道は魔物もいる。ナッシュは俺の後ろを歩くんだ。守ってあげるから。またそれかよ。何も知らないくせに。生きて帰れると思わないことな。追い上がれ！王天将じゃ！蹴散らせ！ガモツ将派だ！僕の剣があれば誰にも負け。ストップ。その続きを言ったら誰にも負けない。俺がみんなを守ってあげる。これが最後だ。この一撃で決める。ハリス、ヘルスクロー。ああ
1% の勝率だって与えない。